はあなたにですねライブ配信の魅力やライブ配信の面白さそしてビジネス活用などをお届けしていきますライブ配信に特化した情報番組です、えー、皆さん改めましてこんにちはえー、普段はオーストラリアゴードコーストに住んでおりますけれども、えー、今東京と2拠点でね行き来しながら仕事をしていますライブコーチングマスタートレーナーの真っ赤い清美です 話す仕事をひたすら、もうそれだけですね。それしかできないんですけど、37年、そしてライブ配信歴は今年で14年になります。私自身もこのライブ配信から本当にかけがえのないご縁をたくさんいただいて、ビジネスを発展させてくることができて、そしてさらにこの時代に即した働き方ができているので、そのライブ配信の魅力を皆さんにお伝えしています。 この番組はマッカイ清美事務局フェイスブックで連日配信させていただいております皆さんのこのライブ配信をご覧いただいている皆様からいただいたコメントと対応しながら皆さんのご質問にお答えしたりね皆さんとのコミュニケーションを交わしながらお送りしていきたいと思います はいそれでは早速ですけども今日もね、えー、皆様と対話をぜひねさせていただきたいと思いますのでこちら、えー、私のページにもねシェアしていきますね<あ>少々お待ちくださいねはいもう早速ね山口ねゆりさんが北海道の十勝から見てくださってますねありがとうございますはいそれではちょっと私ね自分のページに貼りに行ってきますのでね少々お待ちくださいねはいここ数日もう本当にもう私ね 時間が24時間で本当足りないなと思うぐらいいろいろな新しいことがね起きたんですけどそれも今日のテーマなんですけれどもねあのライブ配信からビジネスを発展させていくっていうこのテーマにすごく直結するのかなっていうふうに思うんですよねですので今日はじゃあ実際最近私に起こってることでね、えー、私を、えー、の周りにいらっしゃる自分のお客様であるとか講座生さんにこのライブ配信で一体どんなことが 怒っているのか最近ということをねちょっと皆さんにお伝えしたいなと思いますはいそれでは皆様からのコメント愛の手はいそれから皆様からのねご質問なども、えー、どしどしとお待ちしてますのでこちらのコメント欄の方にぜひお願いします はい、えー、それで、どうして本当このこ時間が足りなかったかというとですね2月の28日から3月の4日までの日程でライブサミットアントレプレナーズ、えー、影響力のレシピというねサミットの方に登壇をさせていただいていたんですね。それでちょっとこちらね画面共有してお見せしたいと思うんですがこのサミットの5日間の日程はもう3月4日でね、えー、これはあの終了したんですけれども。 なんとですね、多くの方から、もう一度、あの日の放送見られませんかっていうお問い合わせがたくさんいただいたんですね。それで、このサミット期間中というのは、5日間の間、1日お二人ずつ登壇者が出てくるんですけど、このライブ配信の後の録画というのが、翌日の18時までしか見れないんですよ。 つまり私だったら21時から登壇して自分の登壇が終わったのが、えー、22時30分ぐらいなんですけどそこから翌日の18時までしか見られないのでもう24時間もうないんですよねそれであっという間にもう次の日が始まっていくということでですね、えー、見過ごしてしまったって言ってくださる方が実は大変多かったんですねはいそこでですね今日は皆様にはい、えー、こんな企画をやっております はい。デ1ワンからの再放送ということで、おかげさまで私、これすぐページの下に出させていただいているわけですけども、えー、再放送をご覧いただけるという企画をしております。はい。それで、えっ、ー、と、こちらちょっとだけチラッと、チラッと行きましょうかね。まあ、これはね、公開しているものなんで皆さんにご覧いただけるんですけど、ちょっとチラッとどんな模様だったのか、 はい、えー、ダイジェストで皆さんにご覧いただきたいと思いますそれでは VTR の方スタートしていきます VTR スタートあそれではご紹介します真っ赤いキョミさんですどうぞ <laughs> 皆さん <laughs> こんばん ダメだ。私、類線がもう本当に緩くなっちゃってですね。今、みんなのね、コメントをずっと見てたんですよ。もうダメ。もう本当泣きそうです。えー、池田先生、今日も素晴らしいご紹介をありがとうございます。そして、皆さん、改めまして、こんばんは。えー、普段、はオーストラリアのゴールコーストというところに住んでるんですけど、なんと日本に根付いてしまって、えー、10ヶ月になります。えー、来月はね、あの、タイのプーケットの先生のもとにちょっとプジッチュするんですけども、えー、あの、私、本当に 今、生きててよかったって今、本当に思えたんです。なので、えー、ここ1年半ぐらいの、あごめんなさい、今から泣いたらダメですよね。今、1年半ぐらいの思いが、もういろいろな思いが込み上げてきました、えー。私の仕事は、ライブコーチングマスタートレーナーという仕事です。ここれは今皆さんこの2年間疫病が蔓延して 自由に行きたいところに行かれなくなってしまいましたよね。そして皆さん、ね、この駅場、ま、が蔓延する前はね、まさか学校の授業がオンラインになってお家で子どもたちが学ばなきゃならないなんて3年前思ってもいなかったですよ。ね、それから会社が皆さんの勤めてた会社がお客さんが来なくなって、ね、もう本当に倒産してしまうなんてことは考えられなかった時代があったですよね。 でもそれが起こってししままいました私も今あの、ねえー、住まいのオーストラリアゴールコーストから離れて住んでいるんですが、えー、それはなぜそんなことになっているかというと、まあ、あのうちの母がね89歳鶴子大王女もう前日までね元気いっぱいで、えー、お客さんと笑って飲んで、えー、もうキラキラ笑ってた母が翌日ねストーンと心臓が止まりそして大王女ピンピンコロリ。ね だけど、親が亡くなっても、私、出国許可が取れなかったんですね、すぐ。だから、母の最後にも立ち会えなかったですし、もちろん、お葬式にも間に合わない。いろいろ手続きしたんですけども、どうしても出国許可が取れなかったんですね。まあ、そんなことで、親の死に目もあれなければ、お葬式にも仮装にも間に合わなかった。だけど、今、わかるんです。あ、あの日、母が大養生して、私をもう一度、日本に、 あの、呼び寄せてくれたっていうことが、ここ10ヶ月でとってもわかるんです。皆さんは、この2年間、このね、疫病蔓延で、どんなことを失いましたかどんなことを苦しかったですか収入が途絶えて、お金が苦しい。お金がないから、夫婦で喧嘩になる。お金の苦しさなかったですか もしくは、あなたが生きがいと思っていた仕事を失って、行き場がなくなって、もう本当につらい仕事がなくて、これからどうしよう思ったことないですか私もそうでしたね、えー。まだ2年前ちょっと思い越すんですよ。2月28日何をしてましたか皆さんちょっと思い出して、2年前どんなことしてたかちょっとコメント欄で聞かせてもらっていいですかもう私、おなじみの皆さんのね、 お名前とアイコンが見たらもうなんか本当に冒頭から泣き出しそうなんですけどね。2年前何してました皆さん。私はですね、2年前の今頃って、まだオーストラリアはね、感染が広がりつつあったんですけど、クイーンがコンサートに来てましたね。ゴールドコーストにね、あの、スタジアムにね、3月の初めだったと思います。でうちの旦那さんはその頃スペインのセビジアに行ってまして、スペインを自転車でツアーしてたんですね。 でも、どん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 、あの、世界の、もうすごい遠いとこにあるような疫病が、どんどん毎日、ドットが広がってくるんですよ。どんどんね。それで、何が起こったかというとですね、もうどんどん国境がですね、閉鎖されていくみたいなことになったんですよ。それで、なんとその後ですね、もうバタバタバタっとですね、国境がどんどん閉まっていって、今帰ってこないと帰ってこれないようなんてことになってね。 なんと、うちの大那さんね、セルイジャっていうあの、スペインの町から、もうこれ、あの、予定を変更しても帰らないとまずいぞって、オスラ政府が。ということで、帰ろうと思ったらですね、なんと、飛行機がどんどん結構になって、えー、なんとかスイスのね、10年場で行ったんですけど、予定した飛行機が結構になって、なんとスイスにですね、全くゆかりもないところに取り残されるみたいなことになってですね、命からがら、それから3日かけて、帰ってきたってことがあったんです。皆さんの人生に、 予測しないことって起こりませんかね、私もそうだったんですよ。まさか世界がこんな閉ざされるなんて思ってもみなかったんですよ。皆さん2年前どんなことしてました皆さんどんなところにいたでしょうさて今日はね、私自身も本当にこの2年間ですね、いろんなことを失ったし、翻弄されたんですよ。でも今思うとね、私ね、あ、これは本当に生まれ変わるための 急ぎだったんだなって思うこともあるんですよ。そして、もうビジネスが立ち行かなくて、廃業の危機にまで陥って、そして自分の体も体調も心も壊れてしまって、もう廃人,廃人と同じような状況になって、一日起き上がれない。もう朝起きたら死んでしまいたいと思ってたんですよ。そんなところから、私ね、一つの光を見つけることができたんですよ。そしてその光の方向に、 もう夜よろこうね、もうなんとかなんとかはっていったんですよ。そしてその光はどこにあったのかなと思ったら、皆さんが今ご覧になっている、このインターネットのあるオンライン講座です。ね、皆さんも今日、どこでこの、ね、サミットがあるよってのを聞きました皆さんどこで誰かの投稿を見たかもしれませんよね。それから誰かお友達から誘ってもらったかもしれませんよね。皆さんどこでご覧になりましたかぜひね、えー、皆さん、どこで見たか聞かせてください。 え、清水洋子さんからね、コメントいただいてます。コロナ禍でバレエスタジオの生徒さんも激変して、レッスンもできませんでした。父もがんの大きな手術があったり、とても不安が大きかったですね。ね、そういう時に限ってそういうこと起こらないですか私もそうでした。えー、ね、2年前にこんなことにコロナがね、広がることによって、えー、なんとうちの旦那さんはね、ヨーロッパに取り残される。そして、えー、旦那さんのお父さんはですね、末、え、期、ー、がんの肺がんが見つかってですね、 もうこのリンパが腫れて、そこからこう海が出るような状況で、うちの旦那さん帰ってこれないかもしれない。そんな状況でした。だから、親族に会いに行くのも、もしヨーロッパから帰ってきて、コロナを連れて帰ってきちゃったら、基礎疾患のね、えー、いっぱいあるお母さんとお父さんを殺してしまうかもしれない。死なせてしまうかもしれない。そんな切ないことがあったんですよ。皆さんも本当に大変でしたよね。吉田美香さん。 嬉しいこともありましたが、私もまさに1時間前生きててよかったなって投稿しました。清美さん生きてるといいことありますね。そうですよね、美香さん。私ね、このサミットの時っていつも自分の周りにすごい激変するようなこととか、すごいね、激震が走るんですよ。それ何か、このサミットの準備をしている時にまた世界がすごく激震しているのを皆さん感じませんか それはロシアとウクライナで戦争が始まってしまったことです皆さん今 SNS ですごくそうした映像が衝撃的な映像が瞬時に世界を駆け巡りますよね私遠い遠いロシア縁もゆかりもない国なんですよでも実はあのニュースを見てて 本当にこんなことってあるんだっていうことを、あることを感じたんです。それはですね、あの、私の旦那さんはイギリス、ヨーロッパの人なので、まあ夏とかね、それからクリスマスの前に、そのヨーロッパの家族に会いにね、私たちイギリスとかね、ヨーロッパ圏に行くんですよ。そしてそれはね、確か2014年だったと思うんですけど、ヨーロッパから、えー、ね、あの、シンガポールの方に向かって帰ってきて、で、オーストラリアに帰ってくるという長旅だったんですね。夏のことでした。7月。 私のお誕生日のあった月なので覚えてるんですよ。そして、旅を途中でね、えー、どこか知らない国の上空を飛んでたんです。で、その下を見るとですね、こうずっと広大な大地が広がってる。あ、これどこの国なんだろうな。いろんな人の生活がここの下にあるんだろうなと思いながら、その上空からその下を見ていました。 そして、やがてヨーロッパからシンガポールの方に飛行機が戻ってきて、えー、短いストッポーが上がってね、それからシンガポールからオースタイルの方に戻ってきた時に、その時に私たちの背後でものすごい事件が起きてたっていうことをその時私たちは知らなかったんです。それは何かというとですね、私たちがヨーロッパからアジア圏のね、シンガポールに帰ってくる途中、そのルート、もしかしたらすごく近くを飛んでたかもしれないんですよ。 私たちの飛んだ飛行機のルートのその4時間後マレーシアの飛行機マレーシアエいんですね民間機です民間機がロシアと,、えー、とウクライナのね国境近くですねはいそこで民間機がですよ、ね、誤爆されて全員が死亡したっていう事故がありました 私たち飛んでたルート多分近いところだと思うんですけども、はい、ベネツクだったかなその国境近くでした。ロシアの、えー、おそらくミサイルに撃ち倒査された民間機。私4時間もし遅かったら、そんな事故に巻き込まれたかもしれないってことを感じたんです。それを知ったのは、お空に帰ってきてからです。 それからねこんなこともありましたね、えー、熊本までお客さんに会いに行ったんですね大切な講座生さんですその方4月の誕生日でしたで熊本まで行ってああ清美さんもう俺たちの村のね俺たちの町のね自慢はね熊本町なんだよもうねどんなね、えー、戦争にもね負けずねもう立っててね崩れないお城なんだよぜひ清美さんにね熊本町見せたいよということでね熊本町に連れてってくれたんですね 4月のことでした。その方のお誕生日。で、天使閣に登って、ね、これはね、昔ね、戦争があった時にね、向こうから大きなね、大砲で撃たれたんだけどね、びくともしなかったんだよ。熊本城あの天使閣から見たね、景色私今でも覚えてるんですよ。でもね、その日、私、何も次の日ね、予定入ってなかったらね、熊本泊まってたはずなんですよ。これは間違いない。 もしくは福岡のところまで帰ってきて福岡のお客さんに会ってたかもしれない。でも翌日ね、静岡でね、コンサルがあったので、大阪までは戻ってこなきゃいけないなと思ったんですよ。それで、大阪行きの新幹線、もうね、ギリギリの夕方乗ったんですね。それで、午後のもう少しで9時になるかなという時ですよ。新大阪駅にスーッと九州新幹線が入港してくる時ですよ。いっぱいもうメッセージが来たんですね。なんだと思ったんですよ。 そしたら、昼間、私がいた、あの、熊本城が、地震で、崩れてしまっているっていうニュースだったんですね。私、間一髪。ね、もし、九州に留まってたら、そこからね、一週間も新幹線が動かなかったりとかね、すごい大変だったんですけど、またそこで感じるんですよ。あ、もしあれ、新幹線乗り遅れて、もしあの日、熊本に止まっていたりどうなってたかなって思うんですね。そして、私が思うこと。 私はもしかしたらそこで命を落としてたかもしれなかったり、何か事件とか事故に巻き込まれてたかもしれない。でもこうして生かされているのは、私はまだ生きて皆さんに何かを使えるその使命があるのかなって思ったんです。だから私もね、2020年、もう死んでしまいたかったコロナ。あの時に感染して死んだらみんなは病気だからしょうがないねって言ってくれるかもしれない。自殺するほど勇気がなかったけど、もうほんと生きているのはつるかった。 そこから私立ち上がることができたんです。だから今日は皆さんにそれを伝えたいんですよ。どうやってそれができたのか。はい。ということでね、VTR 途中ですけれども、はい。この続きはね、あの、まだ、あの、70分ぐらいのプレゼンでしたので、えー、後ほどぜひ皆さん、えー、ご覧いただきたいと思うんですけども、今日の7時から、えー、もう一度リクエストということで、 えー、皆様にご覧いただけるように今なっております。えー、これもあと2日間のみになってきますので、えー、こちらのですね、えー、録画を、えー、リンクの方ね、貼っておきますよ、皆さん。はい、あの、私だけじゃなくてね、えー、このライブサミット、アントレプエナライブサミット影響力のレシピに登壇された10名全員のプレゼンがご覧になれるわけですね。じゃあちょっとこちらに貼っておきますね。はい、サミットの再放送。はい。 こちらです。期間限定。はい、期間限定です。はい、ということで、今日が6日ですので、7、8と、あさってまでですね、3月の8日までになりますので、えー、これ10本ありますのでね、えー、やっぱりこうお一人70分くらいのプレゼンですので、えー、よかったら見てくださいね。はい、ちょっと貼っときますね。 いきますよ、はい、いや私あのちょうどサミットの頃にねあに戦争が始まってしまって毎回思うんですけれど、うん、何でしょうねこの自分がサミットとかそれからそう、ね、あとローンチっていう自分のこうビジネスのキャンペーンしてる時とかってなんかすごく大きな,なんか事件とか自分の人生を揺さぶるようなことが 怒るんですよね。だから、それが、あの、その時は、すごく寂しい、悲しいことだったりとか、それから、お別れが多いんですよね。うちは、サミットの、私、サミットの初日の日に、えっ、ー、と、今年の2、あ、去年か。去年の2月8日、サミット登壇してた初日の日に、母が5時間前に亡くなるとかですね。あと、えー、私のローンチのキャンペーンの最終日に、15年可愛がってた犬が、 突然ね老衰、まあまあ、だったと思うんですけど、えー、突然心臓が止まってなく死んでしまうとか、まあ、そういうななんだろうな自分がすごく生まれ変わるというかすごくなんか人生がそこからいろんなことが変わっていくっていう体験をすごく知ってるんですよね。で今回のこの、えー、アントレペナラブサミットの影響力のレシピの期間中も世界が本当に、まあ、激変しているときですよね。 であのもちろん戦争の映像とか見たりとかそういう本当に事実があるってことを見るともう本当に何だろう不安になったりとかそれからすごく遠い国の話だけれどもでも、そこだけの話じゃないじゃないですかこう世界中に影響がある経済的にもね、うん、で今、ようやくコロナがなんとなく皆さんが少し落ち着きを戻してきたのかなと思って先にやっぱこういったことが起こって。 あの2国間だけの問題じゃないですからねあの、あそこがやっぱりヨーロッパが介入してきたり、アメリカが介入してきたりとかってなると、本当にもうね、怖いことはないじゃないですか、でもその不安だけにフォーカスしてしまうと、もう前に進めなくなってしまうんですよ、そこで今日のテーマはね、ライブ配信でビジネスを発展させていこうということなんですね、こういう世界の状況であるけれども、それをもう憂いて心配して、もうペシャンコになるんじゃなくて、こういう時だからこそ、前に進みましょうという話です。 でこのサミットという、ね、機会は私にとってその前進し続けるすごくエネルギーをもらっているえワークスタイルの1つですなので私も世界がこんな状況にあってもやっぱり伝えていきたいんですねなぜかと言ったらあなた自身が、えー、自分の本当に得意な仕事をすることによってあなたのスキルを待っている人がいるわけですよあなたのスキルを身につけることによってその人の人生が発展していくビジネスがもっと発展していく そして人生ががすすごくく好転していくっていいっっうあななたがきっかけになるんですよだから世界の情勢がどうであってもまず皆さんが前進するそして、えー、自分がどんな周りが状況であっても自分の精神性は失わない自分の平静さだったりとか自分が幸せな気持ちだったりとか平和を願う気持ちだけは絶対に諦めてはいけないと思うわけですよなので、えー、今日はこのサミットの振り返りということもやっていきたいんですけど ライバー人からビジネスを発展させるという一つの事例をね、ちょっと皆さんに今日はお目にかけたいなと思います。はい。それでは、この方は私と出会ってくださったのは昨年の年末ですね。えー、まあ、年末でふるさとにお帰りになるということで、奥様が沖縄の方なんですね。それで沖縄に、えー、羽田空港から沖縄に向けて、まさに飛行機に乗ろうか、提供しようかっていうね、離陸前だったそうです。羽田空港です。で、そこで、 皆さんが今ご覧になっているこのお昼のライブ配信、ビジネスナウ、私のこのライブ配信をたまたま見かけたんですね。本当にたまたまだったということなんですけど、それで彼自身は会社に勤めていて、塾の講師の先生をされていらっしゃるわけです。それでご自分がその塾を、ね、退職して、独立希望、独立起業するっていうところではないんですよね。彼はその塾でより多くの生徒さんに自分の持っている TOEIC とか簿記の スキルを教えて、その方の人生に役に立つような実用的な。え、そうした知識を身につけてもらうことによって、試験を突破して、それでその人の人生をもっと豊かにしてあげたいっていうところで、もう熱血講師さんなんですよ。だから、会社を辞めるとか、独立起業団っていうのは全く考えてないです。で、ね、会社の中でいかに生徒さんにもっと売り上げ、う、め、う、ss さんにもっと成績を上げるか。で、ね、それからより多くの新規の生徒さんが入ってきてくれるか。で、ね、お客様の生徒さんの達成率。 を考えているそそそういう先生です、ね、それですれの彼がまあ私を見かけけてしまったわけですで私はそもそも,もうドラえもんみたいな仕事をしたいってずっと子どもの頃から思ってて、えー、通勤電車なんか絶対乗りたくない大人になったらと思ってたしであのドラえもんのどこでもドアみたいにドアを開けたら自分が世界の裏のところにそのままドアを通過していけるってことを本当に子どもの頃から信じていてそういうワークスタイルをしてるんですね。 でも、長年本当にお勉強を頑張ってきて、テストを頑張ってきて、で、あの、塾の先生になって、で、その会社の中の規約の中でもう精一杯自分が、ね、熱血で頑張ってる先生だから、そんなドラえもんと出会ってしまったら、もうなんだろう、価値観っていうのこの世の中の。ね、働き方のなんかその価値観みたいなのが、もう本当にすごく彼の中で大混乱が起こったんですよね。これ、いい意味で。 そう。それで彼が年末に私の配信、まさに今日のこの12時からの配信を見てくれて、コメントくださったんですよ。あの、ライブの。まあ、皆さん今コメントくださってるのと同じように、今羽田空港からですこれからあの、奥さんの実家の沖縄に行って、あのね、あの、年末過ごしますみたいな。もう勇気を出してコメント書いてみたんでしょうね、彼もね。え、なんだろうこの人、この人何、何と思って。で、書いたんだと思うんですよ。で、コメントくださったんですよ。それで、あ、沖縄いいですねって言って、 私あの、20代の頃沖縄に30回ぐらい投稿してるんですね、あのダイビングの番組をやってたんですよ、テレビで。なので、沖縄に本気で移住しようと思ってました、当時。だから、沖縄大好きなんですね、あ沖縄最高ですよねとかって言って、そこでコメントして、それで、まあ、沖縄に行かれるっていうのでね、あこの方、はどんな方なのかなと思って、Facebook を見に行ったんですよね。はい、そしたたらあの沖縄についてあの,わらぶん餅の入った タロイモドリンクを飲んでるっていうのを投稿したんですよね。あ、いいですね。それタピオカじゃなくてワラーピもちっちと珍しいですよね。みたいな感じで、まあ、彼と対話が始まったわけです。だから本当に年末ですよ。まだ2ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょっとぐらい。で、彼はもちろんライブ配信やったことなかったですし、えー、まさか自分がこうオンラインの講座をやろうなんていうこともその時は思ってなかったかもしれないですよ。たまたま見かけた。 ライブ発信だったんですから、はい、その彼がどうなったかっていうのをね、ちょっとね、ご実談のお話ししたいと思いますよ。はい。えー、先日行われました、アントレプレーナーライブサミット、えー、53カ国4,800人を超える方たちが、えー、ご参加登録をいただいた、えー、イベントでした。その中で、えー、ジェフ・ウォーカーさんというね、えー、この世界中にもう何千億円という売り上げを上げている皆さんたちの、 えー、やり方、ビジネスのスタイル、それがプロダクトローンチというんですが、プロダクトローンチの創始者のジェフ・ウォーカーさんが認めたたった4人しかいない、世界でたった4人しかいないオフィシャルトレーナーの池田秀樹先生、日本人では唯一ですよね、まあ、その池田秀樹先生が主催するアントレプレナーズ・ライブ・サミット、影響力のレシピ。はい、そちらにですねなんと 参加者様のグランプリに選ばれたんですよ。もうこれは本当に嬉しかったですね。2ヶ月前まではまさか、もうご自分がこうした、えー、オンラインイベントにこうして勝利者インタビューで登場するっていうことはまああまり考えられなかったんじゃないかなと思うんですけどもね。はい。で、塾の講師の先生で本当に誠実で真面目で一生懸命な方なんですよ。本当に一生懸命です。 であの今、うちの講座で学んでくださってるんですけども、えー、じゃあ、例えばお勤め先の会社から、そういうオンラインのライブ配信とか習っておいでよって言って、研修代金を出してもらってるかって言ったらそうではないんですよね。ご自分で自主的に学びたいからということで、ご自分のお給料の中から自分の知識を高めるために、今、うちで学んでくださってるんですけど、まあ、そういった本当に誠実な先生です、塾の。はい、もう私はあのライブ配信をしてて、 何が嬉しいかって言ったら、もうこういう素晴らしいご縁と巡り合わせていただくことです。本当にすごく真面目な方です。あの以前ね、個人コンサルのご用命をいただいたんですよね。その時に90分間お話をさせていただいたんですけども、もう本当にね、その個人コンサルを受けるだけでも、すごくたくさん資料を準備してくる方なんですよ。この方ですね、高山直樹さんという方です。 はい、えー、今、あの、3月1日から正式に始めたのがあるんですけど、Facebook ページにて、簿記と学びの交流チャンネル、熱血ライブっていうのをね、配信してます。ちょっとこちら皆さんにもね、ぜひね、ご覧いただきたいので、コピーさせていただきますね。はい、ちょっとね、皆さんご覧にいただいているこちらのね、コメント欄の方にもね、お貼りしておきたいと思います。 あの、毎日毎日やっててですね、とってもね、好感を持てる方です。暑いんですよ。だから松岡修造版の塾の先生みたいな感じなんですけど、こちらちょっと貼っときますね。高山さんですね。直木さん。はい、こちらにね、貼っときますよ。簿記と学びのね、チャンネルということで、3月の1日から始めたばかりですよ。でも、この間3月4日の、えー、池田先生のライブサミットで、参加者グランプリを取って、今回この、 サミットの中でこの参加者のグランプリを決めると多分初めての出来事だと思うので、初代グランプリということになるんですけど、はい、すごいことですよね。本当に素晴らしいです。はい、それではね、皆様からのコメントもご紹介させていただきます。ぜひ皆さんね、直樹さんのページ登録してみてください。こう直樹さんがまだ経験は浅いですよ。本格的に3月1日からやってますから、経験は浅いですけど、パワーポイントを使って工夫してやって、 それで何と言っても彼の本当実直で誠実なお人柄が本当に爽やかなあのライブ配信をやってます。今14日間のね、えー、皆さんに 14, 14回シリーズのライブ配信を毎日やってますので、えー、この情熱とか誠実なところとかお人柄がやっぱり 伝わるんですよね。本当に素晴らしい方です。はい。それでは皆様からのコメントをご紹介していきましょう。そうなんですよ。再放送今やってますのでね。あさってまでですので、10人の講師のね、講義もう一度ゆっくり見たいな、見過ごしちゃったなっていう方はね、あさってまでね、あの再放送してますので、リンクの方貼っときましたのでね、ご覧ください。はい。後藤春雄さんもありがとうございます。あ、トカチ組が集まったということで、あ、梅ちゃんもトカチ組なんですね。 はい。私もう梅ちゃんはですね、25年ぐらい、えー、キャスターさんとか芸能人の方とか、5万件って言いましたあの、スタイリストさんなんですね、プロの。私もぜひちょっとお洋服お願いしたくてですね、私やっぱオーストラリアの大陸的な洋服のセンスなので、日本の皆様に、こうね、好感度を持っていただけるお洋服、やっぱり必要だなって思ってますのでね、お願いします。オーストラリアのごークコーにると、ほぼほぼラ族で過ごしてますので。 裸で、ほぼ裸に近い感じで、もう買い物とか行ってますからね。こういった日本仕様に。やっぱ日本にいるときは日本のビジネスライクなスタイルが必要ですね、梅ちゃん。よろしくお願いします。はい。えー、っとね、後藤春夫さん、トカチ組ということで、トカチ最近すごいですね、トカチ組。北海道勢すごいですよ、最近。なんか北海道勢が。梅ちゃんもトカチいらっしゃーいということで、クリスタルボールにトカチ、いいですね、いいですね。 いいですね。だんだんこう皆さん、あの、十勝の温泉にね、いろんなエネルギーが集結してきますね。素晴らしいですよ。はい。えー、山口理さん、そうなんですよ。2年前の3月の今頃って、まだクイーンがコンサート来てましたよね。信じられませんね、今では。はい。えー、平野ゆり子さん、先ほどね、同じ時間に重なっちゃいましたけども、私も少し拝見してましたよ。ゆ、えー、り子さんね、千葉県銚子から毎日ライブ配信をお送りしてますよね。ありがとうございます。 はい、えー、見過ぎの時ということでね、まあ本当に、ローンチとか自分のキャンペーンの時って何かがなんかこう起こるんですよ、もう。なんでこんなことがあって思うようなね、ことが起こるんですね。 はい。あ、直おさん、ご本人が見てくださってますありがとうございます。そう、生きてるだけで丸儲けということで、あの、私は2000、あ何年かな、2015年ぐらいに、夏にヨーロッパに、あの、旦那さんの故郷に帰って,っててね、それで、あの、オーストラリアの方にヨーロッパから戻ってくる日にですね、なんと、あの、ロシアとウクライナの国境近くにドネツクっていう州があるんですけど、そこをね、まあ、ヨーロッパから来るとアジアの方行くとですね、まあ、シンガポール系だったんですけど、そこを飛んでたその日にですね、 自分がそのあたりを通過してお時間後にマレーシアエラインがドネツクとロシアの国境近くで誤爆をされてもう大破して一人もサバイバルの人が出なかったっていうものすごい悲劇が起こったんですけどまあ今で思うとロシアのミサイルが撃ち落としたっていうことなんですけど私もその同じ日にヨーロッパからそのねシンガポールに向かう航路に乗ってましたのであのオーストラリアで留守番してた親族はみんな 私たちが乗ってた飛行機が誤爆されたっていうふうに大パニックになってたんですよ。で私たちそれを知らずにですねシンガポールを経由してであのブリスベンに向かっている途中で、まあ、そんなニュースが世界中を駆け巡ってですねで無事に戻ってこれた時にもに親族の弟のお嫁さんがもう泣きじゃくっててどうしたのって言ったら。 もう絶対誤爆で撃たれた飛行機乗ってたと思ったとかって言ってですね、結構そういう事件があったんですよ。だからあの、もうあの、今その一台の航空機が誤爆されたっていうことも本当にすごい、もう本当に信じがたい、許し難い悲劇ですけど、もう私ニュースを本当に見ないようにしてるんですけど、やっぱりヘッドラインとかで映ってしまう映像を見ると、今本当この世界でね、信じられないことが起こっているんですけど、私たちが 例えばその声を上げるときに必要なのはね、えー、自分たちの今の自分の人生をちゃんときちんとできているかっていうこともすごい大事だと思うんですよあの今すぐ私たちがねウクライナに行って困ってる人を助けるっていうのは実質なかなか難しいことだと思うんですねでも今私たちがいるここ根付いてるこの場で何ができるかそれはやっぱり皆さん自身の人生がまずちゃんときちんと ね、毎日を過ごせてなきゃいけないしあなたのビジネスもしっかりと売り上げを上げたりしていないと助けられる人も助けられないんですよ例えば寄付をしようと思っても皆さんの人生が立ち行かなくて皆さんのご家族が飢えているところでそういう国の人を助けるって言ってもそれは難しいですよねだからもしその世界平和だったりとかすごく大きな、ね、ものをみんなが実現していくためにはまずはあなた自身がしっかりと ビジネスと家族を守って、その上でみんなで力を合わせませんか、ねあの。お金で解決することばかりじゃないと思いますよ。やっぱりお祈りしてあげたりとか、応援してあげることは大事だと思うんですよ。それも合わせながら、まずあなたの人生もしっかりと、しっかりと根付いて発展していく。そうしたら、私たちできること多くなると思うんですよ。本当にじゃあ、物資を寄付しようだったりとか、ねえー、何かこうお金を援助しようとかってなった時も、 できることが多くなるんですよ。選択肢がだから、まずはもう心の中で絶対世界平和を願いながらも、まずあなたのビジネスをきちんとね。立ち行くようにしていくっていうのを大事だと思ってますね。はい、えーと斎藤由美子さんね。ありがとうございますね。最近また私楽しいショートコースの方をね。皆様にね。あのご提供させていただいてましてえ、今あの10個の特典を毎日毎日もう新しいものを作ってお送りしてるんですよ。もう出来合いのものとか。 ね、もう1ヶ月前のコンテンツももう古くなってますから、私もこの10個の特典ね、本当は録画で差し入れようと思ってたものが多いんですけど、今昨日もライブセッションなんかさせていただいて、で、その度に皆さんからのご要望とか、皆さんが何に悩んでるのかっていうのを聞かせていただけるので、新しいやっぱり情報を今、皆さんに実用的なものをどんどんお送りしていこうと思ってますからね。ぜひ、あの、ゆみかさん楽しみにしててくださいね。はい。 山内たまこさんもありがとうございます。いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。いわやあやこさんもね、今ね、私特典毎日ね、皆さんにご提供するの本当楽しみなんですよ。皆さんとの対話だし、あ皆さんが知らないところをあの教えすることでみんなもこれができるようになると思うと本当にワクワクします。 強いてはね、みんなができるようになったら、今度は私の講座を受けていただくっていう生徒さんの立場から一緒にお仕事する仲間になるジョイントベンチャーで、一緒にこう、なんていうの、ジョイントベンチャーでお仕事を共にする仲間になってほしいと思ってますので、たくさんいろんなことを皆さんにお伝えしていきたいと思ってますからね、楽しみにしててください。 そうなんですよ、野口さん、全員の再放送、あの人の見過ごしたとかですね、途中までしか見れなかったとかですね、いろいろ皆さんからお声をいただいてますので、もうそうしたら一個一個送っていくよりも、10個全部見られるようにしようということで、今、あさってまでですね、8日までになりますので、えー、1日ねあの、1人の講師が70分ですから、10個ありますからね、はい、あの1日でも頑張れば見られますけど、ね、2日に分けて見ていただいてだいも大丈夫ですから、今ね、こちらの方に貼っておきましたよ。 はい、サミットのね、再放送嬉しいです。これ何回も繰り返しね、気になるとかね、見直すことできるんですよ。ただ限定期間ですからね、皆さん8日までですからね、ご覧いただきたいと思います。はい、見逃した箇所があるので、あ、ちょっと待ってくださいね。あーっと、どこまで行ったかなえー、っと、あ、ちょっと待ってください。コメントがすごく早くてですね、皆さんのね、 ああ、ちょっと、もっと見るのとこに行かないと前が見れないかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、コメントが飛んでしまってごめんなさいね。今見えてるところからご紹介しますね。はい、直樹さんということでね、平野里子さん、あのハートの応援ありがとうございます。えー、中澤弓子さん、実直で誠実なお人からは、えオンラインで、え で、ご指摘伝わりますね。そうでしょう。もう本当にね。私もね、リアにお会いしたことないんですけれども、もうお会いしたらもっと誠実で実直な方だと思います。すべてがきちんとしている方ですよ。本当に、まあ。僕の先生ですからね。きちんと計算合わせていくっていうところをね。あと、トーイックもね、もう勉強して勉強して勉強して、もう一冊の参考書がもうボロボロになるまで勉強し尽くして、 ご自分のお勉強の努力で、o e i c 900点をね、突破していったというね、そういう先生に教わる TOEIC とかって、これ本当にリアルなね、合格への道ですよ、皆さんね。はい、ご本人が出てきてくださってますね、直木さんえ。清美先生ありがとうございます。見てくださる方の学びの情熱に火をつけられるよう全力で配信しますいいですね。もう私、生き別れた弟みたいに感じるんですよね、彼のことね。もう、好きな言葉、情熱ですみたいなね、いいですね。 ちょっと待って、に力がありました。大的。そうなんですよ。私、日本にいるから、日本の人に、こう、好感度を持っていただけるスタイルっていうのは絶対必要だと思うんですよ。 私、本当、オーストラリアにいると、おへそ丸出しで歩いてますからね、本当にね、はい、裸族なんゃあったかいとこだからね、なんつってもね、はい、そのままジム行って、そのまま買い物行って、はい、そのまま,のま,まプールで泳いじゃおうかみたいな感じですかね。 オールインワンみたいな。<laughs> はい。え、金子陽子さん、こんにちは。陽子さんも毎日配信してますよね、今ね。すごいですよ。はい。えー、十勝のモール温泉入ってみたいです。体に良さそうですね。ということですけど、あの、前回ね、あの、皆さん、モール温泉って言った時に、ショッピングモール的なことを思い浮かべた方いらっしゃるんですけど、そうじゃないんですよ。<laughs> えー、十勝に行くと、モール街に温泉があるの <laughs> って、そうじゃないんですよ。 <laughs> モール温泉っていうのはあのなんか植物由来の温泉で、え温泉の源泉のかけ流しの 十勝のね丸美川温泉ってとこがあるんですけどそうモール温泉っていうのは温泉の質なんですねそれで葉っぱとかがねあのたまに葉っぱのこう葉脈みたいなのがふわーんってあの源泉から出てくることがあるそうですよね面白いですねはい、えー、それから岩屋さんね綾子さん「世界に情熱を届ける生きているなら私たちができる使命ですそうですよ私たちの一人一人の力は小さいかもしれないけど全世界の人が声を上げて「戦争ノー!」って もう戦争なんか絶対やめ、やめろってみんなが、みんなが声を上げたら全世界のエネルギーが集結しますよ。ねえ。だってバカな、こんなバカなことないじゃないですか。誰かがある日やってきて、幸せな生活を打ち砕かれて国を追われるなんて、ねえ。 そんなのを許しちゃいけないですよね。だから私たちみんなが世界中でもう戦争反対ですよ。本当戦争なんかしたらダメなんですよ。だからみんなが声を上げてそしてみんなの生活もちゃんと確実に生きてビジネスをしてしっかり売り上げ上げてお客さんの役に立って皆さんができるチョイスを広げていきましょうよ。ね。皆さんちゃんとビジネスしていきましょう。はい。 えー、それからね、由美子さん楽しみにしてください。今日もね、ナンバー3リーがいきますからね、特典のね、今日は何が来るかはもう楽しみにしててくださいよ。はい。それではね、今日はね、再放送が明後日までということなので、ちょっとそちらのページの方をね、もう一度ね、ご紹介させていただきますよ。はい。えー、私、あの、初日のトップバッターに、あの、登壇させていただいたので、先ほど一番先に出てきてたんですけども、まだまだ、あの、10名の素晴らしい講義がありましたから、ちょっとご紹介していきます。 はい。えっ、ー、と、お二人目ですね。えっ、ー、と、初日の1日目、えー、第2部の方でご出演されていましたけれども、たった1年で心からの安心感を手に入れる女性起業家のためのお金の増やし方について教えていただきましたよね。木下正樹さんでした。えー、第1のね、第2部でご登壇いただいております。はい。そして、二日目になりますね。はい。えー、二日目、えー、松下悦子さん。 はい。えー、根拠ある安心感が手に入り、最速最短であなたの望む未来を作る天命開花についてお話をしてくださいました。まさき子さんは大変お金で苦労された方なんですけども、そのご苦労があったからこそ、今皆さんに、えー、この根拠のある安心感が手に入って皆さんの天命を開花させることで、あなたの得意なことでどんどん人生を向上させていく、ビジネスを向上させていきましょうというテーマでしたね。はい。 えー、その方の、えー、後ろに見える魂の声を伝えることができるというね、素晴らしい才能を持っている方です。はい。そして、えー、2日目の第2部は、 北海道は室蘭からご参加をしてくださっておりましたね。えー、ママの、えー、起業家のママのためのコーチをしていらっしゃいます。毎日投稿しなくても集客に困らない、売り上げが上がるビジネス設計図の作り方について、えー、プレゼンをしてくださいました。澤田ひろみさんです。はい。そして3日目に行きましょう。3日目はテレビのプロデューサー業を20年以上 テレビのね、制作の現場に24年間の会社員としてのお務めをされてた方ですけれども、佐藤春夫さん、現在は独立起業をされまして、ライブライフプロデューサーをされていらっしゃいます、えー。元ね、アナウンサーを目指していた方で、えー、アナウンサーの仕事ではなく、プロデューサー業で、えー、大きな花を咲かせた方です。スクロールの指が止まるあなたを表すキャッチな言葉作りレッスンということで、テレビの業界でね、培った約ね、四半世紀にわたるね、 テレビ業界のお仕事をささされれてていいいららっっっししゃゃる方方でですすた佐藤ハリオさんはい、そして同じく後半の方ではアメリカから、えー、ロサンゼルスからね、えー、ご登壇をされましたコエ幸子さんですが、えー「自分軸ビジネス不可能を可能に変えるミラクルマインドあなただけのユニーク市場のブルーオーシャン」ということでお話をいただきましたが。 臨床心理士としてアメリカでお仕事キャリアが長くてですね15歳の頃からアメリカに行ってらしてアメリカの大学大学院と大変高学歴の方でいらっしゃるんですが彼女もこうしたライブ配信そしてサミットに出会うことによって現在ねコーチング業として独立起業されてらっしゃいます大変ねもう切れ味の素晴らしい語り口プレゼンそして情熱的な愛情あふれるコーチングで大変人気の先生小縁幸子さんです はいそして、デーンになりますけれどももともとはデンマークの外資系の音響メーカーの、ね、会社員として日本支社の方でお勤めされて長くお勤めをされてた方です、えー、誰にでもできるのに95%の人は知らない SNS と PR を組み合わせることであなたの魅力発信100倍アップする方法ということでプレスリリース ねどうやって、えー、そうしたマスコミなどにアプローチすると皆さんがそういったところに取り上げてもらえるのかといったことをね専門的に教えている先生です奥野美代子さんはいそしてもう一方、えー、スペインのセビィリアからですねご登壇されました、えー、セビィリアと言いますと、えー、カルメンのね舞台になった街です情熱のスペインから えこの日はあのお天気が嵐だったにもかかわらずね、お外から皆さんに、えー、このスペインのお空や、えー、この息吹をお届けしたいということで屋外からの参加となりましたあなたの人生に幸成功をもたらす自信の身のつけ方ということで、えー、ご自身のですね自信を高めることで人生もビジネスもどんどんうまくいくよというね、本、え、当、ー、皆さんの興味のある女性が特に興味のあるテーマ、はい、女性のファン層が世界中にいらっしゃる天野理恵さんでした。 はいそしして5日目に参りましょう、えー、テレビ業界でも非常に長く経験のある方で話す仕事43年されていらっしゃいますね。 えー、ズームイン朝のニューヨーク特派員として、えー、ご出演をされていた時代があります。はい、えー、徳山ひかりさんです。好きな仕事で人生好転世界を変える声になる魂の声、5つの秘訣についてお話をしてくださいました。えー、途中瞑想とかが入ってね、あの、非常にこうスピーチャーなことにも、ヒーリングのことにもね、あの、非常に経験の長い方でいらっしゃって、えー、皆さんが実用的にすぐにこうね、皆さんの声を、質を高める、伝える力を高めるということプラス、 皆さんの心の中のです、ね、精神性に、えー、こう触れるような、そうした愛情あふれるセッションをご披露いただきました。奥山ひかりさんです。はい、そして、えー、最終日の5日目は、インナーサークルの力、あなたの小さな声から世界を動かす論ンチの作り方ということで、えー、今回の、ね、アントレプレナーズライブサミットを主催されております、池田秀樹先生。 はい、今回も53か国4800人を超える皆様にお申し込み登録をいただきましたけれどもこの5日間のアントレプレナーズライブサミットの主催の方でいらっしゃいますそれではですね池田秀樹先生どのようなこの日講演をされたのか少し VTR の方で振り返っていきたいと思います世界でたった4人しかいないプロダクトローンチのオフィシャル講師のお一人と,となりますそれでは VTR の方をご覧いただきます私がですねねそそもそも最初に、うん、こういった活動を、ね えーまあ、きっかけになったのは、まあ、最初に私自身が2016年2016年ですね自分の中でいろんなことを迷ってたんですねその当時ねもうそのオンラインのビジネスはずっと長い間やってたわけですけどもなぜ自分はこのオンラインのビジネスをやっているのか何を目的として何をゴールとしてこの先やっていったらいいのかということがですね その今から約6年前まだ分からなかったんですねでそんな時にですねアメリカでプロダクトローンチューを作った考案したジェフ・ウォーカーそのジェフ・ウォーカーがですね開催している p l f ライブというですねイベントがあるんですけどもその p l f ライブに参加する機会を得て そして、えー、アメリカのフェニックス、アリゾナ州のフェニックスですね、えー、イベント会場に行って、で、3日間、そこでですね、えー、世界中から集まった起業家の人たちと、そこでローンチの勉強をしたわけですよ。で、そこの3日間っていうのは、ただのローンチの勉強だけに、そこだけにとどまらなかったんですね。その、 PLF ライブに行ったことによって私にとって人生を変えるすごく大きな変化人生を変えるような大きな気づき発見これがあったわけですよまあこれ当時のね、えー、私の写真ですけども、まあ、当時よりひげ生やしててですね不 <laughs> 健康そうな感じ,あの感じだったんですけどもまあこの時にですね、えー、ジェフ・ウォーカーに初めて会って。 で、彼のメッセージ起業家は人類の未来だというメッセージですね。起業家が持つ素晴らしい価値を多くの人にローンチを通じて、うん、ローンチという方法を通じてたくさんの人に伝えていくことができればその自分の持つ価値で多くの人の人生を変えることができるそしてそこで人々の人生を変えることによって その人の周りの人生ももっともっと豊かになっていってそして世界を変えることができるんだこのメッセージを聞いた時にこれこそが私が伝えていくべきメッセージこのジェフ・ウーカーのメッセージを日本の起業家に伝えていくことそれこそが私の使命だというふうにこの時に感じたんですねで、まあその時にですね あのワークブックが渡されたんですよで、えー、これはですねあのローーンチブブッックククと呼ばれるでですすねねワなんこれはその当時のワークブック2016年のね、えー、このワークブック渡された時のワークブックなんですよ、ね、このワークブックで3日間その受講歌が講義をしているその講義を聞きながらですね自自分自身のローンチ を設計していくというそういうまあこういうワークブックになっているわけです。はいでえー、まあこれをですね、三、えー、日間ずっとこうやっていってですね。で、まあ本当にこういろんなここにですね、あのノートでね、まあいろんいろんなここかこれ実際当時にかえ当時実際に書いたやつですね。見えないかな。はい。 ちょっと反射してるカンプじゃないですけどもまあこれをですねずっとですね3日間この埋めてってで自分がどういう価値を提供できるのかそしてどういうふうに次のね論調をプランできるその当時私はですね論調をやる予定だったんですねでもその論調をどういうふうにじゃあメッセージを伝えてどんなふうに構成を作って何をオファーしていくのかっていうことが決まってなかったんですね。 でも、その3日間のイベントに参加をしてジェフ・オーカーの講義を聞きながらそのワークブックでこのワークをやっていったら3日後には完成してたんですよ私のプラン私のローンチプランが完成してたんですねで、まあ、そこでですねその出来上がったこのワークブックの中で出来上がったプランを持って帰ってそしてその2か月後にローンチをやったんですね そのローンチがです、ね、私にとって私が今までやってきた中で一番大きな収益を生み出すとても大きなローンチになったわけなんですけども、まあ、そういったところからスタートしてそれをきっかけにですねそのローンチをこ,こ,の,このジェフ・オーカーのイベントに来てそこでプランをしてそこでそのローンチをやったことによってすごく私の影響力が大きくなってそれをきっかけに私の新しい活動が スタートしたわけですよで、まあ、そこでやっていってですね2018年ですねプロダクトローンチュの世界に4人しかいないオフィシャル講師として日本の日本人の起業家の方々にローンチュを教えるというそういった活動を スタートすることができるようになったわけです。まあジェフがね、えー、公認のまあ世界に4人しかいないわけですね。日本以外ではですね、えー、ブラジルにいるエリコロカ先生と、イタリアにいるですねマルコスケビア先生と、そしてですねスペインにいるうルイスカルロスフローレンス先生、そして私という形のまあ4人しかいないわけなんですね。プロダクトョンで教える公式講習。 で、まあそういった形でですね、え、講師の活動をスタートさせたのが2018年の7月です。で、私はですね、そこで講師活動をしていく中で、最初すごく苦しかったんですね。なか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 その自分の思うような形で、自分の活動が広がなか、広がっていかなかったことに、すごくですね、ストレスを感じて焦ってたんですよ。 で私はですねその時に実はこれはですねその時気づかなかったんですけどもいや活動していく中でね大きな間違いを犯してることに気づいたんですねそののの間違いっていうのは何なのかまあそのこれはみんな誰でもですねおそ、えー、らくここで今見ているあなたにもこれは当てはまるし今ここでズーム席で見ている人フェイスブックでね え見てる人おそらく多分全員に当てはまる同じようなことを多分みんなあなたも考えてると思うんですよ私も同じようにあなたと同じように考えてたんですねそれは何かそれはですね活動このやっぱり論調の素晴らしさをもっともっと多くの人に伝えるためにどうやったらもっと集客ができるかっていうことを考えてたわけですよ集客まあ当たり前といえば当たり前ですよね はい、新規のお客さんねもっともっと新しい人にいろんな人にですねこれを知ってもらうためにじゃあ何かその発信をしたりライブをやったりとかフェイスブックで投稿したりとかですね YouTube やってみたりとか Twitter やってみたりとかブログ書いてみたりとかまあいろんなことをやってったわけですよねおみんなあなたもやってますよねそういう形でねまあそもそも自分のことを知ってくれてる人がたくさんいないわけだからそれを知ってもらうために多くの人にアピールをするために。 いろんなことを考えて実際いろんなことをやるわけですねでも実はですねこれが大きな間違いだっていうことに途中で気づいたんですね私が犯した間違いは何かそれは集客を一生懸命しすぎたっていうことですその私はですね今ほとんど集客って言葉を使わないんですねなぜかっていうとこのお客を集めるっていう言葉のニュアンスはあまりこれはいいニュアンスじゃないと私は考えてるんですよ お客を集めようとするからつまんないんです。いいですか。言葉の持つ意味ってのはすごく大きいんですね。俺は業界用語でみんなこれが使ってるからじゃあ私もこれを使おうという形でみんな集客集客って普通に平気でいますけど、そうするとですね、どん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 頭の中の集客脳に偏に侵されていくんですよ。集客しなければいけない。お客さんを集めなければいけない。集めなきゃ新規の人を集めなきゃっていうどんどんそのマインドになってくるんですね。 これはビジネスを実は停滞させるっていうことに気づきました。途中で。で、大事なのは何かっていうと、もっと内側に目を向けるということです。内側というのは自分の近くですね。自分の周りにいる人です。あの、例えばね、まあ、結婚してる人とか多分みんな多いと思うんですけど、 例えばその、まあ、旦那さんとかがですねなんか外に外にばっかり行ってですねあの外の,あの友達に飲みに行ったりとかですね外のなんか誰かとあのどっかに遊びに行ったりとかしてうちのことをあまり顧みなかったらどういうふういいふに思いますか、はい、それは果たして幸せなのかどうか本人はですね新しい体験新しい刺激を求めていろんなところに行くわけですね。新新ししいいいい人に会いに行く新しい出会会出 それがですね、本当にあの変な方向に行くと、あの夫婦関係が破綻してしまうわけですけども、こういったことはやっぱりよく起きるわけですよ。人間関係においてね。で、やっぱりこのビジネスもそうなんですけども、みんな常に新しいところ、新しいところに目が行くわけです。それは間違いではないんだけど、でも、もっと目を向けるところがあるんですよ。もっと目を向けるところがあるんですね。それが、インナーサークル。 場所ですこのインナーサークルここに目を向けることが大事だというふうに途中で気づいたんですねそして軌道修正をしましたでじゃあそのインナーサークルっていうのは何なのかっていうことについてちょっと簡単に説明をしますインナーサークルっていうのは中心ですねサークルというのは円です中心の円という意味です これを理解するためにはですね、まず大きな外側の円、これを理解する必要があります。これはリストユニバースというふうに私が定義しているものです。まあ、リストユニバースですね。まあ、リストユニバースっていうのはですね、あなたのリスト。まあ、つまりそれは、まあ、私がリストっていうときは多くの場合はメールアドレスのことを始めますけども、まあ、最近はですね、えー、例えば SNS のフォロワーとか、あるいは、あインスタグラムのね、 フォロワーとかそういうのをリストっていうふうに定義してる人もいますけどでも厳密な定義で言うとそのあなたのことが知りたくてあなたの情報を私は受け取りたいということに同意をした人がメールアドレスを登録してそこに入れるこれをすることによって初めてリストになりますこの定義はでもすごく大事な定義なんですねでそのリストユニバースというのはつまりこの円の中にいる人あなたの情報が知りたくて 私だったら、その、じゃこのね、サミットっていうのを皆さんサミットのページを見に見たと思うんです、一番最初にねで。そのサミットのページにメールアドレスを入れましたね。それはこのサミットに出ている講師の人たちの講義を聞きたい。ここにメールアドレスを入れることによってそれを聞くことができる。そう思ってそこにメールアドレスを入れてここに来てるはずです。あるいは私から何らかの形でローンチ、オンラインビジネスの作り方、そういったものを商品の作り方、どうやったらもっと自分の 商品を多くの人に届けることができるか、その方法を知りたいというふうに思って、で、私のところにメールアドレスをね、ページを見て登録をして、私のリストユニバースに入ってるから、今あなたはここにいるわけです。だからここにいる人はみんな私のリストユニバースにいるというふうに言えます。そういうふうに言うことができますね。で、じゃあ、そのリストユニバース。このあなたのことを知ってる人です。 で、この、あなたのことを知ってる人っていうのは、いろんな人がいるわけですね。はい。ちょっと知ってる人。昨日知った人。あるいは一週間前から知ってる人。あるいは、あその、もっと一年前から知ってる人ね。もしかしたら私とどこかで、リアルで会って話をね、したことがある人もいるかもしれないし。あるいは、ズームで私と話をしたことがある人もいるかもしれないし。どういう形であれ、その関係値っていうのは、 この外一番外側にいる人とあるいは中心にいる人っていうのは異なるわけです。でこのインナーサークルっていうものを考えるときにこの中心一番中心にいる人たちここがとても大事なインナーサークルになります。多くの場合ははいということでね え講義の方も佳境になってくるところですけれどもここで一旦ね VTR の方をストップしていきたいと思いますけれどもはいインナーサークルっていう今言葉がありましたよね意外と皆さんあの外に外に外にいろんな幸せだったりとか外に外に外にっていうふうにあるんですけどもももちろんそれ外に発展していくのもとっても大切なことなんですけども実は気が付いたら東大元暮らしで もう自分のうちにとか自分の本当に身内の中にすごいダイヤモンドのきらめきを持つ方がいらっしゃるとかねそんなことなんですよねだからそれと同時にねもちろん新しいご縁だったりとか毎日こうやって発信して ね、新しいご縁とご縁を結んでいくってことも大事なんですけどもね、それをずっとやりつけ続けてると燃えつきてくるんですよ、常になんか、今日あの池田先生の講義の中にもありましたけど、まあ、集客って言葉をね、使った途端に集めなくてはならないみたいなモードになっちゃうっていうふうにお話があったと思うんですけど、えー、あの集客っていうんではなくて、私だったら、あ例えば、えーと、例えばだけど、引き寄せるとかですね、 出会っていただくとかですね、巡り合うとか、そういう言葉を私使っているんですよ。そうだからね、本当に今日のあの池田先生の講義の中でもね、あのなるほどなと思ったんですけど、同じえー、ことを伝えるのでも、そのニュアンスとか言葉をどうで何を使うかによって、自分のこう感じる重さとかプレッシャーとかとかも違ってくるし、それから実際に起こる結果も違ってくるんじゃないかなって思うんですよね。えー、そして私はやっぱりライブ配信を専門にやってますので。 ライブ配信から本当にかけがえのないたくさんのご縁を巡り合わせていただいています。これは私、もう本当に自分の中では確信なんですね。で、それには、まずあなたのことを知ってもらうことです。それには、やっぱりあなたの声を届けていくことなんですよね。はい。ということで、今日はね、先日行われましたアントレペナーズライブサミットというね、えー、こちらの5日間の、はい。 えー、イベントについてお話をしたんですが、もうこのイベントの本線の方は金曜日で終了しましたが、私、この、えー、5日間のアントリペナーズライブサミットで、どれくらい自分が自分超えのチャレンジをしたかということなんですけど、この期間中に私の師匠の池田秀樹先生から、清美さんはもうインタビューを主催するのは慣れてる。ね、私、ちゃんと数えてませんけど、インタビューっていうくくりだけだったら多分今まで、 1> 1万件ぐらいやってるかもしれないですあの、20代の頃からずっと話す仕事をしてますので、なので、あの主催したりとか、その人にインタビューする方は、もうすごく得意なんですよ、大好きだし、だけど、自分がゲストに呼んでもらって、ゲストとして話すっていう立場っていうのは、意外とそんな数が多くなくて、で師匠からあのこういう指令が来たんですよ。清美さんんも自分ででるるのはできるかららどれくらいみんなに 呼んでもらいくらだよって言われたんですね。それで、このサミットの前の8日間ですね。8日間、皆さんに私をインタビューにあのお招きくださいみたいなことを呼びかけして、なんとですね、49枠、インタビュー枠を作りまして、 それで、えー、うち33人の方が私をあの呼んでくださったんですで中にはねやっっぱりちょっと日にちが急に変わったりとかしてそこがあのブランクになっちゃった時があるんですけどそんな時も私あもう今から1時間後だったら今から、ね、あの人を見つけるのもなかなかこれは時間的には足りないなと思った時に頭を切り替えて自分で一人二役やったんですね。 はい、今日はオーストラリアの真っ赤キ清美さんがゲストです、みたいな感じで、<laughs> あのインタビュアーの役と、はい、今日はお招きありがとうございます、みたいな感じで、あの本当に一人二役をですね、1時間やったんですけども、あそれすらもね、本当にねあの、もちろん急にキャンセルになると困るんですけど、それすらもですね、私はあの自分の、なんだろうな、 勉強になっったたんんでですすよよ本本当に本当ににに勉強ななねのでその33のインタビューっていうのが私の、えー、ページの中にもねシェアされてますけれども私もそしてあの私を呼んでくださった方そしてこのサミットのお知らせをさせていただけたんですけどもその方たちだけではなく、えー、今度清美さんがこういうサミット出るよっていうのを ブログで書いてくださったりとか Facebook で投稿してくださったりとか私と出会った時きの、ね、出来事をストーリーにして投稿してくださった方とかいろいろな手法でこのサミットのことを伝えてくださったんですね、本当にこれは感謝していてあのたくさんの方にそうしていただいたので1、えー、つずつコツコツね、えー、その方の素敵さとかですね、その方が何かキャンペーンするときに今度は私が恩返しでね、インタビューを主催したりとかして。 付きき合いいいをさせててたただきたいなと思っています中にはね、あのー、しばらくぶりのご無沙汰だった方があお声をかけてくださったりとかして、また急にご縁がね、近くなったりとか、すごく嬉しかったです。はい、あのー、とても感謝しています。えー、そういったことで、えー、8日までですね、再放送の方がご覧いただけますので、よかったら皆さん見に来てくださいね。はい、えー、皆さんのコメントをご紹介してお別れしていきましょう。 はい。えっ、ー、と、十勝のモール温泉入ってみたいということでね、長澤由美子さんもう美容系のね、お話大好きですからね、もうあの温泉の美容液みたいな、そんな性質ですよ。はい。えっ、ー、と、世界に情熱を届ける、生きているなら、私たちができる使命、そうなんですよ。みんな一人の声は小さいけどね、声を上げていきましょう。世界平和。もう戦争反,戦争反対じゃなくてですね、世界平和。何かに抗うとか、戦うとかってすると、すごい苦しくなるんですよ。 えー、自分が何を望んでるかのことを伝えていった方がいいですね。誰かを倒そうとか、ね、誰かのなんかこう戦おうっていうエネルギーではなくてですね、えー、世界平和を願いましょうよ。皆さんね、世界平和で戦争があの終結するっていうイメージをね、思い続けましょう。はい、えー、それからね、えー、登壇された皆さんの え内容、情熱、本当にすごかったです。ということでね。そうですね。ありがとうございます。直樹さん。ぜひまた、再放送、あさってまでですから、ご覧くださいませ。えー、ごと晴代さん。そうなんですよ。戦わないんです。私たちは。戦わずに願うんですよね。どういうふうな世界にしたいのかを願いましょう。皆さん。あの、原発の周辺が今乗っ取られているようですけど、そこの原発がもうみんなの、この、ね、思いで守られるように、そこが爆発したりとか、事件が、事故が起こらないように、守られてるってイメージでいきましょう。 はい。えー、それからね、続きを見てますということでね、ゆるさんありがとうございます。はい、えー。どうやったら集客と考えていったと、でも違うことに気がついた。そうなんですよ。言葉を変えるだけで、全くそこに展開されていく状況変わるんですよね。えー、集客能になってしまうと、集めなければならないみたいなことになっちゃうんですけど、あのー、集客って言葉ではなくて、はい。 る自然達成的にコミュニティが形成されるとか、ね、引き寄せられてくるとか巡り合うとかねそういう言葉を私はよく使っているようにしますね。はい、そうなんですよ外に外に皆さん目が、ね、向きがちなんですけどそれも大事ですけど気がついたらもうすごい皆さんの近くにいる方がもう超大金星だったりするわけですね。 はい。えっ、ー、と、インナーサークル大事ですよね。えー、池田先生何度聞いても熱いですよ。だって、もう、もう、多くの企業家さんの人生を変えてる人ですよ。世界中のね、企業家さん。私もその一人です。はい。あ、清水洋子さん、白鳥の湖様先生、こんにちは。お元気でしょうか東大元クラスですよね。今日は清美さん、紫ということで、日曜日はね、紫デーなんですね。あの、虹の色の順番になってるんですね。素敵な5日間でした。ということでね、洋子さんも、 視聴者側から今度は登壇する側に、ね、えそんなことが起こりえますからねはい、えー、質問たくさんありましたがあれでもかなり控えさせていただくほど久しぶりに溢れていく思いがありましたそうですよねようこさんしばらくちょっとあのトーンダウンしていらしたことがあったと思うんですけど私が巡り合わせていただいたのが、えー、もう一昨年の年末になるのかな1年3ヶ月ぐらい前かな だったと思うんですけどもね。はい、あの時にね、一緒にスタートした仲間ね、大山律子さんなんかも、今ね、ご自分のサミットなんか、支えー、されるというような大きな影響力を持って教団側に回っている方もいらっしゃいますよ。だから、皆さんがこう花咲く時期って、春夏秋冬、ちょっとずつね、時期が違ってるだけだと思うんですね。はい。春に咲く方もいれば、夏に花開く方もいて、秋に花咲く花があって、冬のこの寒い時期でも。 えー、花を開く花があるわけですから皆さんの開花の時期はちょっとずつずれてるかもしれませんよはい遅い時間なので寝落ちしてしまう日もありましたまた聞けるんで嬉しいいや私もですよもう3日目ぐらいはさすがに熱出ましたもう本当にだって講義が終わるのは12時ぐらいでそこからほらねあのズームセッションとかがあってもうそれは見逃せないとかって思って毎日もう寝るの2時ぐらいになっちゃったりとかねしてましたよねそうですそうですみんなが平和を願いましょうよ戦うことじゃなくて 嵐男じゃなくてね、願うんですよ。平和を願いましょう。えー、清水洋子さん。私は魂を光からのスマイルを、えー、バレエセラピスト。あ、いいですね。素晴らしい。もう、平和への舞ですね。素晴らしいですね。えー、一人二役の清美さん見ました。面白かったです。まあいいや、美希ですね。そうですね。はい。まあいいや、美希です。今日のインタビューは、オーストラリアの清美さんみたいな感じでね。まあいいや、美希ね。 出ててきました、はい、え清美さん1年前で会えて本当にラッキーでしたいや本当ですよ、洋子さん。まだお会いしてないのが不思議なぐらいですね。もう魂ではバッチリつながってますけどね。はい斎、えー、藤由美子さん、きよみさんの考え方勉強になりますということでね、はい、私も毎日ねあの、やっぱりライブ配信のテーマを伝えていきたいんですよ。そ,うそれで、えー、ライブ配信でみんながこれを使うといろんなことが便利になるし、ね、あの遠くに行かなくても、 遠くにいらっしゃる方と繋がれるしで、ね、皆さんが生身の身でね。今移動できるのって、今日結構範囲が決まってるじゃないですか。でもね、ライブ配信をすることによって、地球の反対側の理想のお客様と出会うきっかけになります。はい、えー、まだ寝不足解消されてません。そうですよね。私も超今日ぐらいからはもうフルな感じですけど、昨日ぐらいまでちょっと昼間うとうとしちゃったりとかってありましたけどね。それくらい。でも本当脳内が大革命を起こしたっていう学びが多かったですね。 はい。ということでね、えっ、ー、と、今日から、えー、今日の朝7時からね、えー、もう一度、この再放送の方がご覧いただけるように今なっております。それで、えっ、ー、と、これも期間限定ですからね、えー、やっぱり、こう、期限を決めておかないといつでも見れるっていうわけではないと思うんですけども、えー、こちら、えアントレプレナーズライブサミット、今回で第6回目の開催となりまして、私、あの、おかげさまで第6回でも無事にね、登壇させていただくことができたんですけども、 はい。こちらの方にリンクを貼っておきますので、再放送ぜひもう一度見てください。あの日、ライブで見たのとはまた違った視線で皆さん気づきが多いんじゃないかと思いますのでね。はい。このサミット、まあ、う登壇された方のほとんどが、1年前、それから8ヶ月前、半年前にサミットをご覧になる視聴者側だったっていうことですよね。はい。ですから、あなたにもそんなに遠い遠い未来の話ではないかもしれません。 えー、ようこさん私も最終日は2時までついつい、えー、逃せませんでした翌日も朝から19時までノンストップレッスンでしたがワクワク乗り切りました心がすごくワクワクしているとなんかこう体は疲れてるはずなのに、えー、精神的にすごーく元気な気持ちになったりしますよね心と体っていうのはこうね連動してますから本当は疲れてるはずだけど疲れを感じづらいっていうのは心がね高揚してワクワクしていたか,らかもしれませんね はいということで、今日はこのあたりで失礼しますが、いよいよですね私、明日ぐらいから徐々にタイに向かって移動してきますけれども、はい明日は移動日、はい成田空港近くに前乗りしまして、そしていよいよ8日の日にタイのプーケットに向かっていきますけど、え私もこのサミットでオファーさせていただいたのが、は 10Days チャレンジというのをね、オファーさせていただいておりましたえ。こちらの方を最後にご紹介していきたいなと思います。はい 10days チャレンジという、ね、あの今回皆様にショートコースの方をご提案させていただいたんですけども、まあ、サミットの初日の日に、ね、あの皆様に今度はテンデイズチャレンジですよということで、ね、お知らせをさせていただきました私のこちらの再放送ですがこちらのお申し込みリンクの方をクリックしていただきますと、はい、こちらから、えー、私のテンデイズ えー、ライブコーチングの教科書「点でチャレンジ」というね講座の方にお申し込みをしていただけますはいえっ、ー、とこちらの方なんですけどもお申し込みはいえっ、ー、と申し込み期限3月1日となっておりますがこちら延長させていただきまして、えー、3月の8日まで24時までと延長させていただきます、えー、人と話したりね伝えて伝えることが好きな方や自宅で働ける独自のビジネスを始めたい方 人様に自分の得意なことを教えることを仕事にしたい方や、手持ちのスマホやパソコンを生かして仕事をしたい、または移動中や旅先でも仕事ができるワークスタイルにしたい方、気の合う仲間と信頼関係を築いて仕事をしたい方、こんな方はぜひね、この講座おすすめですよ。はい。えっ、ー、と、オンラインのね、ライブ講義というのをやりますが、3月の10日から20日まで、えー、毎日60分のオンラインライブ、タイのプーケットの方からね、特別スタジオの方からお届けいたします。 時差などで遅れて参加の方も録画の受講が OK ですのでね、世界中の時差に対応できる録画対応もしております。はい。そして、えー、こちらの特典の方ですが、もうこちらの特典はね、おかげさまで満員御礼となりました。 えー、これその日特典ということで、えー、7名様先着特典とかグループコンサル、こちらの方もねもう実施が終わっています。そして、えー、先行、前のめりメンバー限定のグループチャットというのもね今も稼働しておりますけれども、はいこちらの方はもうね特典の方は今過ぎておりますが、はいこちら成功事例の皆さんのねお声もあります。はいただですね、10個の特典ははいこちらはまだ皆さんにプレゼントしておりまして、毎日1つずつ届きますね。 はい、ええ特典1、教えるお仕事にしたい方に朗報あなたのコーチング適性が丸分かりの動画解説の方ね、もうこちらの本プレゼントします。特典の2つ目は、旅先でも仕事ができるあなたになる、島国日本マインドから、世界グローバルマインドコーチング動画ということで、こちらは昨日ね、ライブ配信でやりましたね。あ、ライブのズーム工事でやりましたね。 そして今日の特典今日3日目に届くものですけどお家にいながらにして世界各国にお客様を持つライブコーチングに必要な最小最軽量のお道具を解説するというね特典3が届きますそして4つ目あなたのお客様を勝利に導く心を揺さぶるコーチングスキル10選ということで解説動画の方をお送りしていきますよ そして5日目の特典ですけれども、あなたのお客様が逃げていく SNS での恥ずかしいマナー。これね、ちょっとね、公開ではできないんですよ。結構リアルな話ばっかりだから。はい、えー、解説動画の方お送りします。そして6日目の特典ですけど、オンラインでビジネスを拡大させるための最強メンタルモチベーション動画講座。ねー。はい、7日目の特典、言葉の持つ言霊を意識して運気をぐんぐん肯定させる運気の えー、運気、肯定の話し方、私の、ね、これお箱でございますね。どんどんあなたの持つ言葉で運気が良くなる、ね、動画解説です。そして先輩たちはこう学んでいる、マッカイ清美のリアル講座見学会ということで私の本講座に皆さんね、見学会に来ていただけるというのが特典の8番目。そして特典の9個目です。3月に開催されるライブコーチング、えー、マスタークラスの 3Days に VIP 席でご参加をいただけます。 一般席ではなくてですね、これ特典として VIP 席9800円相当のものをプレゼントさせていただきますそして、天然チャレンジ開催期間中、毎朝グッドモーニングプーケットのライブトーク皆さんとお話しするねライブトークを特典としてつけさせていただきます、はい、以上の特典がつきましてサミットの参加特別記念ということで今回9800円でご提供させていただいております はい。お申し込みの方はこちらとなっておりますので、よろしかったら皆さんね、ぜひお申し込みの方お待ちしております。はい。ということで、えー、今日もお送りしてまいりましたけれども、ライブ配信ビジネスナウのお時間でございました。はい。えー、今日はあのライブ配信でね、えー、ビジネスを発展させるということで、まあ、サミットのテーマについてお送りしましたけれども、今、視聴してるあなたがもうサミットに登壇するということが現実的に 最近本当に怒っているあの今回のサミット登壇者はほぼ皆さん全員がサミットをご覧になったこととか池田先生のライブ配信をご覧になったことから、ね、こうしてサミットに登壇するということにつながっているわけなんですよだからあなたにも起こり得るそんなチャンスの神様にぜひ、ね、気づいてほしいなって思っていますはいそれでは今日はこの辺りで失礼します思わずちょっと延長しちゃってこんなに話しちゃいましたけどもねはい、えー、っとそれから皆さんのコメントご紹介してお別れしますね えー、最後にご一緒させていただいて楽しかったですということでねあ後藤さんとご一緒だったんですねよかったですね陽子さん、えー、タイに向けてね徐々に徐々にはい徐々に徐々に移動していきますよ陽こさん、えー、言,霊言葉には霊が宿るので清美さんの言葉のたくさんの方へ届いていますねということでね本当に私その言葉をすごく大切にしていきたいんですよねはい由美子さんまた今日典さ3が届きますので楽しみにしててくださいね陽こさんもありがとうございます ということで、今日から申し込んでくださった方、この再放送期間中の3月6日から8日までのこの期間限定ですが、この再放送ページからね、私の講座を申し込んでくださった方ももちろん特典をプレゼントしますので、楽しみにしていてください。それではまた明日は成田からお届けしたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。Thank you for watching! See you tomorrow!